動操縦スタート。なあ、どこ行くんだろう。ハイパースペースに移行。冬眠装置スタート。冬眠？おいおいおい、眠くなんかな。睡眠ガスなんてロボットには効かないっすよ。うしゃ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 。クランク、クランク、大丈夫かい？壊れちゃったかと思ったよ。意識はあるっす。でもここは参ったよ。燃料切れかなんかで墜落しちまったのさ。行こう、ケルバンに戻んなきゃ。別のシップ探そう。はい、ということで今回はパート2、ラチェット&クランクフューチャーパート2やってまいります。それではどんどん進めていこうかな。また新しい敵やね、これは。今度は機械とは違って、なんか、そこの現地生物かな、これは。見るからになんか、ちょっと可愛らしいけどね。ガガガガガガガ。これも壊せるやつか。見る限りこんな感じか。攻防一体のスライド移動を使いこなしましょう。何それ？L2ボタンを押しながら動くだけです。L2 ボタンを押しながら進むだけです。あ、待って待って、何そのゲロっぽいやつ。やったー、レベルアップした。ちょっと待って、今ガブってるの。ガガガッ。よし、こっちは違うんだ。行くよ。 L2 押しながら、あ、平行、あ、そういうことね。普通だったらこうなるけど、 L2 押しながらだとこうで、銃を押しながら。オッケーオッケー。ガガガッ。ん？どうなんだろう。これは関係ないのか。よし。クイックチェンジで武器がらめかを切り替えられます。クイックチェンジ。三角ボタンを押したまま。押したまま？あ、これ知ってる。左スティックで選べます。あ、そうなの？あ、知ってる。でで、ちょっと待って。平行移動しながら撃った。こっちでいいや。抵抗しながら、これで撃つ。よし、使ってみよう。あ、そう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 。抵抗しながら、撃つ。あれ、撃てない。撃てない、これ。あれ？あれ、撃つってどうやって撃てないよ。あ、武器なんなかった。そう。抵抗しながら撃つ。もういいね、これ。なかなか、安定した落ちができる。届くかな、これ。落ちそうだな。落ちていいのか。無理だね。落ちたわ。ガガガガガガ。よし。順調にボートが増えていく。なんか嬉しい。こっち？こっちからは、あ、わかんないのか。え、これってどうやって行くんだろう。普通にジャンプしたら行けるのか。あ、取れるのか。よし、ギリギリ来た。で、行動しながら撃つ。オッケー、いい。いいよいいよいいよ。結構いい感じ、これ。この兵ごと結構使いやすいな。こんな感じだな。よし。でかいでかい、なんでなんで。でっかいでっかいでっかい。何やつ、めっちゃでかいじゃん。消した。なんかあのモンスター、パッケージの裏表紙になんか打った気がする。待てって。その攻撃やめてくれ。なんか汚い。めっちゃいるじゃん、ここ。
ヤクロムシ。そう。そんなにいる？テレで。めっちゃいるわけの虫。ガガガッ！めっちゃ出てきた、このちっこいやつ。クロムシジュニア、クロムシジュニアが。めっちゃクロムシ。オッケー。ん？こっちでいいのか。よし。とりあえずあっちも見てみようか。なんかありそうだったのか。なんかあった、宝物だ。やった。一応買った、こっち。よしよし。ラリタニウムをゲットしました。これを使って、武器絡めかをアップグレードできます。あ、これを使ってアップグレードか。アップグレードを選んでみましょう。まず、ウェポンショップがわからないっていうね。これじゃないね。よし、武器が、これか。武器絡めか。いや、違うな。これじゃない。どれだろう、わかんない。まあ、いっか。あとで、また見てみようか。とりあえず、今回もストーリー進めていきます。お、やった、ボルトだけじゃん、これ。すげえ、ガガッガガガッ。そして、エコ打ち。あ、なんだ、ドラウシ。まだいた？まだいた、すみません。すかしげ、すかしげろ。あらが、すかしげろ、あらが、えい。ん？こっち？こっちじゃないよね。え？こっち、なんか落ちたら死にそうだな、これは。あ、もうこっちなのかな？あ、ジャンプか。なんかちょっと某、赤い帽子をかぶったおじさん風のジャンプしたのが。気のせいかな？気のせいかな？コンバスター。よし。ん？ホバリングフォードするにはジャンプ。まあ、それは知ってますけど、多分あそこまで行ったらいいのか。オッケー。結構余裕じゃない？これだったら。もう着いたじゃん。よし、あがっ、あがっ、またゲロ虫がいた。ああ、ゲロ中だ。オッケー。これ水使ったら死ぬかな。あ、死にそう、危ない、危ない。あ、死ぬな。え、そう、え、死んだ？あ、嘘。一発で死ぬのありますか？降りたら、スタート。一発か。ヘコ打ち。オッケー。よし。どうしよう。どうやったら、ギリギリにしていこうか。オッケー。これでいけるな。ただ先に出そうか。よし。オッケー、平行打ち。平行打ちマスターが。あらららら。ゲロムシがめっちゃいる、ここ。あらっ。めっちゃカオス。オッケーオッケー。こんな感じか。あ、めっちゃゲロムシいたから。3匹だ。ゲロムシ多すぎ。あ、やっと、レベルアップした。アップグレードして強力になり、やっぱね、こういうアップグレードがあるとね、嬉しいよね。だからね、このゲーム結構好きなんだけど。違う、また違うのか。こっちだな。暗いな。またマリパ、マリオジャンプ。行っちゃったよ。某、赤い帽子のおじさん、ジャンプ。よしよし。オッ
け、めっちゃパワーあるじゃん、ボルト。やった。ボルト大量だ。ガガ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 ボルトやラリタニウムを大量にゲットするチャンスです。え、先にやっちゃったよ。え、完全ミスじゃん。もう完全ミスじゃん俺。やっちまったな。それは知らなかった。新しいシステムですこれは。とりあえずこう、また危ないなこれは。押したら。お、なんかついた。でかいよこのモンスター。ゲップモンスターかい？待ってよ待ってよ。そう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 、びっくりした、焦った。どこいんの？あ、出た。魚が TPS 超えると。あ、はい、あー、危ない、怖いな、ギリギリが。なんか出てきた、やばい。方向打ってる、こいつ。方向打ってる。危ない、危ない。あ、マネジン強いぞ。でも、そんなに体力はないから、まあ、ね、苦戦はしないだろうけど。あぶね、危ない。危ない。ギリギリパス結構早いかも。よし。もう終わった、マジで。もう終わった？え？ザコイ。結構ザコイっていう。リバイアさんソウルをゲットしました。リバイアさん。ポララ銀河では高い値段で売ることができます。ああ、売却できるのか。へえ。オッケー。リバイアさんソウルゲッツ。